これはいよいよ、これは何でしたっけ、ベンツですか。1941年のベンツ。はい、ボンネットが取れました。ベンツの電動化、完成です。こっちが反対側です。左ハンドルなんで、こっち側に電動パワーステアつけました。ちょっとめったに見れない車なんで、エンジン周りとかを細かくちょっと撮影してみようと思います。ディーゼルだっつったけど、これは2気筒4気筒。いや、今度反対側ちょっと行ってみます。ダイナモのあるところ、これはエアクリームの下回りですね。ダイナモと、これブレーキのオイルのところですね。これは燃料タンク、これがさっきの映したけど、このウインカーですよ、このウインカーみんな知ってます。これがドアの調子材ですか、ステップ。すごい程度いいですよ、これ。レストアほとんどというかしてないみたいですね。歴代ずっと車庫というか、もう保管の状態もすごい状態で綺麗に保ってたみたいですね。1941年のベンツで、この間はボンネット下ろしまでが済んだところでした。グリルが外れてます。外れてこれになります。ビルトラジエーターが一体になってて、うん、これがほら、あ、ラジエーターがあったでしょ、はい、ラジエーターがあったと、これつかなくなっちゃうから、これもどうにかしないと、これつけたいでしょ、うん、きっと。あ、こんな感じですね。
シャーシーへのモーターのセットアップは終わりました。後ろのシャーシーにつけようと思ったんだけど、ちょっと寸法的にフレームを大幅に切らなきゃいけないんで、強度的に心配なんでやめて、プロペラシャフト純正を使い前側にマウントしました。フロント側はマウント自体は軽自動車のエンジンマウントとブラケットを作って、でリア側は GTR のニスモのマウントで、まあ、ちょっと振動伝わるけど問題はないと。モーターにそんなに振動がないん でトルクロッドはジムニーのラテラルロッドで作りました。トルクロッドが必要か、多分トルクハンドがあるんで必要だと思うんで、あとブレーキ周りをちょっと修理して、サイドブレーキも分解したら壊れてしまったので、サイドブレーキを修理してボディとフレームの合体をします。ベンツ電気自動車の続きです。搭載位置がないのでプロペラシャフトを使って、モーターはフロントの本来ミッションが乗ってた位置にマウントしました。でインバーターもつけました。この上にバッテリーとか充電器がつくんだけど、ボディを乗せなきゃいけないので、ボディを乗せてからスペースを見ながら、ここは邪魔にならないはずなん で今問題になってるのはこのブレーキが全然油圧がかからないので、これマスターシリンダーなんですけど、マスターシリンダーだとこのパイプからも油が漏れてるんで、まあ、何かのここにつくんですけど、日本車のマスターシリンダーをつけようと思ってます。これペダルこのままフレームに固定して、この位置のままボディを乗せるような構造になってるんで、この状況でブレーキ周りを完成させないといけないんですね。ボディとフレームをくっつける際に当たらないかっていうので、今このように専用の台車を作って今乗っけてあります。この台車作る方が手間かかってます。大体形になりました。モーターを、それから日産リーフ用のバッテリーを22個、9個直列の 72V が並列で2つ、プラス並列で4つ走ってます。これはチャージャー、充電器ですね。それから DC コンバーター 12V のやつと、12V のバッテリー、それから新たに設けたフューズボックスと電動パーステル、
ーステ用のパルスジェネレーター、エンジンの回転がないとパーステが動かないんで、そのためにもラジエーターがついてますけど、これはあの使うわけじゃなくてグリルを固定するのにラジエーターがあった方が便利なので、あと数本の配線をつなげば完成です。電気自動車の足回りです。これがアクセルです。なんか普通のアクセルとしたら角度が全然良くないんですけど、これでもいろいろ試行錯誤して作ったみたいです。踏んだ感じは思ったよりいいですね。ただこれがブレーキが全然ちょっと今の車と違うんで、こんだけ踏みしろがあるんですよね。これ倍力装置ないもんね、もちろんね、ブレーキのね。ないけどね。うん。エア入ってるみたいな。ああ。ペダルのレバー比がすごいんだよね。ないからね。アクセルは今風でタッチがいいのに、これ急ブレーキって言ったらちょっと踏みしろがありすぎて、間に合うかどうかって感じだね。怖いね。